はい、今日は、この材料を使って野菜だけのスープを取っていきます。使う材料は玉ねぎ、りんご、ね、生姜、じゃがいも、人参、にんにく、キャベツと、これはドライトマトを水出しした、一晩水出ししたものになります。この材料で野菜のスープを取って、最終的に動物、魚介を一切使わないベジタブルのラーメンを作っていきます。まず人参はヘタと先を切って、3センチ幅ぐらいに刻んでいきます。で、じゃがいもはえぐみが結構強いので、水でさらして、えぐみが抜けるまで十分にさらして使います。全ての材料をここに入れ終わったら、この材料の目方の2倍の水を入れて、それで煮込んでいきます。で、2倍量の水を入れたら今度火にかけていきます。で、このまま、沸騰したらアクを、まあ、野菜までそんなにアク出ないんですけど、アクを取って、最終的に、濃度が3になるまで炊いていきます。濃度3まで上がったので、そして完成です。今日煮込んだ時間は1時間20分でした。